っていうかさ日本代表強かった時って、一応その、トルシエの時はさ、コマンダーがいたかどうかはないけど、スリーバックいじゃん。コマンダーいない場合はスリーバック有効なんですよ。あの、人を動かさなくても、スリーバックの場合、守備の時ファイブバックになるから、人数多いから、人を動かしきれなくても、数でなんとか、要より数でいけるっていう。だコマンダーいないチームはファイブバックがいいんですよね。 コマンダーいるチームは4バックでも行けて、前にも人数残せるからより破壊力出るみたいな感じで。で言うとやっぱ、ザックジャパン、ああいう風になっちゃったけど、やっぱコマンダーいなかったじゃん。はい、まだ若い吉田だったし、ボランチから下ろして、そんな周りに支ーするタイプじゃない、コンノだったし、ィーするっていうかそういう、なんかディフェンスマスターみたいな感じじゃないじゃん。2002年はうまくいって、2006年はドイツ。ね、ドイツもね、前の司令塔と後ろの司令塔が喧嘩してましたもんね。コマンダーも何もチームに原則というか、 ねそういう一貫した戦い方の柱なかったから崩壊してやしな。あと日本で、2010年の中澤トゥーリオなんてもう、まあ、戦い方的にもさ、その攻撃的ってわけじゃない分、だレスターっぽいよね。センターバックの機動力はそんなないんだけど、弾き返せて、なおかつ魂があるっていう。で、2014年がザックか。2018年が、 西野さんの時で、吉田翔治か。そうだ。やっぱりセンターバックにそういう司令官が行って安定している時とか、ディフェンス陣が苦手な守り方させない時強いっすよね。だからビラとか強くなるかもね。もう吉田翔治は吉田だと思いますね。でもど、あの、相方の翔治もビーストタイプじゃないっていうか、そういうノープランナータイプじゃないから、ワイルドバックみたいな、そういう、もうダビンソン・サンチェスみたいなタイプだと、もう片方がしんどいけど、翔治も別に所属クラブだとそっち側だろうから、鹿島とかだと。当時の。 そうとか、やっぱ日本代表も結果出してるときは、日本代表が強くなるときはやっぱりコマンダーいるんですよね、センターバックに。コマンダーいて、ほセンターバックのシティ、そりゃ強い。そうそうそう。ストーンズある程度できて、ルベンディアスがもうしっかりそれじゃん。で、アカンジュとアケっていう対人超強い人が両サイドにいるっていう。で、そこのやらかしは中央でカバーできるから。特にシティの失点シーン直近20失点全部分析したけど、基本はアカンジュやらかしてるからね。 ロックできてないとか、裏ケアできてないとか。アカんじからポルトがやらかしてるんで、だいたい。だって、トゥーリアなんかさ、自分のチームに一番欲しいセンターバックですもんね。空中戦絶対負けない、周り動かせる。そうで、もう気持ちで絶対負けないみたいなさ。正直だって、魂植え付けられたら監督の仕事終わりですからね。魂持ってたら、もう技術的なところなんて自分で練習できるから。魂なかったら、ね、チームの練習ない時間ダラダラ過ごすから。テンハグマグアイアにキャプテン剥奪させたらしいですね、公式で。まだやってた あとは、えー、メールワン君、スパチありがとう皆さんこんばんは。4年後、日本代表のゴールキーパー、大阪と谷、えー、選手が中心になってると思いますかいやー、キーパーに関しては、寿命長い人長いからね、選手寿命。ブッフホンだってずっとやってたじゃん。だそれで言うと、もしかしたらゴンダが次やってるかもしんないし、シュミットとかの可能性もあるし、で大阪の谷の可能性もあるし、もしかしたらね、アンダー世代からね、どんなル・ーマンみたいなのが出てくる可能性もありますから、 これ分かんないでね、前、週休学で言ったんだけど、後ろに行けば行くほどあの選手の入れ替わりって少ないですね。そこ4年間の強化プランで言うと、4バックに関しては富安以外全部残ってたじゃん。で、富安もアジアカップからずっと中心じゃん。で、そこに控えの選手が伸びてきて、まあ、板倉とか全然主力で出せるかなみたいな感じになってて、で、ダブルボーナッチは最終柴崎が軸だったけど、途中から遠藤渡るになって、そこに、えー、森田とか田中は入ってきてみたいな。 で2列目はあの、南のドア残ってるけど、どっちも控え、スーパーサーブ的な感じになって、中島いなくて、みたいな。後から伊藤とか三笘とか、えー、久保とか鎌田が出てきたみたいな。で、トップに関してはもう大阪から完全に他の選手に入れ替わって、前に行くにつれて、どん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 、なんていうのかな、この、沿線がすごい、日本に関しては、ここ4年で。もうフランスもずっとね、ジルーいて、ベンゼも復,復帰したけど、怪我で、みたいな。でも、前の選手の方がやっぱ入れ替わり激しいっていうか、まあ、それだけ、まあ、ポジションもね、 結構経験よりも生きの良さが重要視されたり、コンディション重要視されるところですから、なんで4年間で軸とするポジションと、えー、このその時の調子見るポジションとっていうので、軸とするポジションの中に、ね、そのボトムアップ的なのは必要ですから、そういう風になってくるとね、そのだから日本代表の強化に関しては、まあ、どこ中心にして、どこは入れ替えで、で、何を付け焼き場でできて、何は付け焼き場でできなかったかっていうのを考えて、付け焼き場でできないもの。 こうプランを練りながら進めなきゃいけないものを4年間で進めてギリギリでいけるものを最後に付け足して完成させるみたいなのがいいと思いますなのに接近は前線の選手の高いこう最近はバランス崩れつつあるけどうんなんかねこう全体で攻撃するっていうかチーム全体でさ攻撃しようとするとディフェンスラインのビルドアップ重要だしそれによって押し込むとスペース広くなるからさその広いスペースをカバーできる対人能力必要になるからディフェンスに求められることが多くなりすぎて。 攻撃面、守備面で。ってなると、後ろの選手ってなかなか見つかんないなっていう。クオリティ高いサッカーしようとすればするほど、チャンスを増やしてピンチを減らすって意味でね。ってなると、グバルディオールとかファンダイクとか、攻撃でも守備でもハイスペックみたいな選手は100億超えるんだろうね。でそれでね、商品にもなるみたいな。だから、グバルディオールとかファンダイクって、こう、ファイターとか東証のイメージがあれがね、だからそれこそ、デヨングみたいな選手ですごいセンターバックみたいに出てくると200億とかいくんじゃないですか。 え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。どうぞふとこでした。バイバイ。